皆さんこんにちは。ワールドビッグテニスシリーズでお送りしてまいりましたリプトンインターナショナルプレイヤーズ選手権、いよいよ男子の決勝、ジミー・コナーズ、マッツ・ビランデルの一戦をお届けしてまいります。解説はなじみ元ベハイ監督、住友経験の渡辺浩二さんです。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。リゾート地マイアミのキービスケインですね。そうですね、いやしかし3月というのに猛烈な暑さらしいですね。そうですね、さてこのスウェーデンのマッツ・ビランデルなんですが、1月の全豪に続いてドーラン・ギャロスタイトルも手にしました。そうですね、まあ本当に今一番この人が充実してるんじゃないですかね。そんな感じしますね、さて対するコナーズ、この9月には36歳になるんですけれども、84年の成功以降ちょっと優勝がないんですね。そうですね、10回連続決勝で負けてますからね、さあこのリプトンはどうでしょう。第1セットは 6-4 でビランデル取りました。第2セットは3-all。第2セットの第7ゲームからご覧いただきます。これはネットインです。ただ第1セットではコナーズがサービスダウン3回、ビランデルが2回ですね。そして第2セットもここまで1ダウンずつですか。そうですね、まあ、やっぱりレシーブが2人ともいいですからね、それとやっぱりサービス&ネットという展開がまだ出てませんから、はい、サービスキープのこうペースというのがまだ出来上がってない感じがしますね。あ、なるほど、浅くなりました。ネットを取ります。これはジャッジしました。まあ、コナーズはサーブ&ネットというよりもアプローチ&ネットという形が増えてきますか。そうですね、まあ、やはりこれちょっとかなり暑いんですよね、この直射日光の下では40度を超えてますからね、はい、ここでサーブ&ネットこの36歳で、はい、まあ35歳ですけど、はい、35歳の年でやりますと相当くたびれますからね。まだやっぱり横に動いてる方が楽だと思うんですね。あ、そうですか、ですからまあ、やっぱりちょっと様子を見て短いボールをどう攻めるかですね。なるほど、スルスルっとネットを取りました。とフォアボレーがネットです。しかし今のはジェイスラインの外からでしたね。そうですね、かなりやっぱりこのコナーズ最近はロングボレーの割合が増えてきましたね、はい、一気に前へ行かずに相手のボールを様子を見てから出ていくというケース、これの方がまあやっぱり作戦の範囲が広いんでしょうね。ただ最近あのバックハンド、かなりビランデルがこのスライスを使ってきますので。そうですね、それを一つこう狙ってやろうという部分もあるんでしょうか。むしろビランデルがよりスライスをかけてコナーズのフォアを持っていこうとするんじゃないですかね。あ、なるほど、そしてそのフォアのミスを誘おうと。そうですね、やっぱりコナーズのフォアハンドはどうしてもこう体重の移動なしで打ちますから、はい、ちょっとこう滑るボールにはなかなかリズムが取りにくいと思うんですね。今のは随分サービスが跳ねましたね。そうですね、バックハンドネットです。これでサーティオール。すごい汗ですね。すごいですね、これはこれは年齢的なハンデってのはこれ当然ありますよね。そうですね、ちょっと髪型が変わったんですけれども、コナーズもなんかちょっと年を取ったなというのがちらりとこう見える感じがしますね。顔にあの出てるような感じしますね。サーティオール、サーバンドネット、わずかにボレーがアウトです。微妙なところでした。30-40 ブレークポイント。サーブ&ネットを見せたりアプローチ&ネットを見せたり、やはりコナーズの方がこう仕掛けていく感じになりますね。いや、そうですね、はい、ビランデルはもう決まってますね。あ、ネットインでした。
ラサーバンドネットでサコナーズデュース。第1セットは 6-4 でビランデル。第2セット 3 オールからの第7ゲームです。決勝5セットマッチですね。そうですね、30秒のルールをフルに使ってますね、やっぱり1回前へ行くとちょっとやっぱりリズム呼吸を整えてからにした方が彼としてはいいんですね。やはり何回もストロークを前左右に動いて打つよりも1回でも前後ネットに出た方がやはり疲労度ってのはあるんですか。まあ、何回も左右というわけにはいきませんけども、少なくともどうですかね、5回左右に動いたのと前に1回行って後ろ下がるとのと同じぐらいになるんじゃないですかね。ああそうですか。ダブルフォルトです、ね、またブレークポイントになりました。今のサーブはちょっと外に滑っていきましたか。そうですね、それをビランデルは両手で打ちましたからちょっと足らなかったみたいな感じですね。2回目のデュース、これはデッドです。しかしこのデュースデュースでこう何回もサーブを打つ、あるいはデッドでまたサーファーストサービスを打つというのもこれも疲労につながっていくわけです。これはもう敵面にきますね。サービスゲームで長いのはくたびれますよね、この暑さの中ではね。ビランデルがネットを取りました。フォアボレー、バックボレー、クロス、これはコナーズ起こりました。ちょっと難かったですね、今のジャッジがね。コナーズとしては会心のクロスだったと思うんですが、そうですね、半分かかってるようにも見えますが、あれですぐに手をでアウトって言うとまだ諦めもつくんですけど、ちょっとコンマ5秒か1秒置いてからアウトでしたから、ね、遅かったですね、準決勝のメシール戦でも審判ともめてちょっと罰金取られてますからね、鋭いクロスですけどね、もう打った後は本人入ったというそうですね、結局アウト、ブレークポイントになりました。しかし、まあ、この後も今フロリダですか。そうですね、ここで今コナーズリーフといいますか、そのしばらく勝っていないので勝たせてやりたい、その辺もファンもよくご存知でしょう。アドバンテージビランデル、ここでアプローチショットがネットになりました。先ほどのクロスコースがタイミングポイントにならなければいいんですが、第2セットからでビランデルの 4-3 となりました。どういう展開を見せますか。リプトンインターナショナル
男子の決勝、ビランデル対コナーズ、第1セット 6-4 ビランデル、第2セットもビランデル 4-3 とワンナップ、第8ゲームです。手前がマッツ・ビランデル、そして今まで5回対戦して1回もコナーズとのビランデルに勝てないんですね。そうですね、ビランデルはかなりこのところサーブ&ネット、はい、ボレーに自信をつけてきたみたいですね。ですからまあやっぱりクレーコート全仏みたいなアンツーカーは別としまして、はい、こういったハードコートではかなりこれからネットに出てくる機会が多いと思いますね。ああそうですか。自分でもまあやっぱりサービスがいいという良くなってきてるという認識がありますからね、はい、余計にやっぱりサーブ&ネットの展開をやるんじゃないですか。それはジャッジしました。車の前後を取ったという自信も大きいでしょうね。そうですね。ビランデルは、はい、レシーブサイドではあんまり、まあ、出てくることはないと思いますけども、はい、サービスサイドではかなり出てくると思いますね。そうしますとそれに対してやはりコナーズのリターンですね。そうですね。15-30サービスです。コナーズはセンターを予測したようです。そうですね。しかし両選手とも何か鼻の頭がかなり日に焼けてる感じがしないでもありませんが、そうですねさあ5セットマッチで行われています。第2セットもビランデル 4-3 とワンナップん？ダブルフォルトです。ブレークポイントになりました。ターンです。ネットを取ります。ハーフボレー、これはアウト。コナーズ返しました。第2セットホール再びイーブンです。最後のトキミロブのちょっとかけ損ないでしょうかね。体勢がやっぱりちょっと硬かったんですかね。余裕がなかったですね、はい、さあ再びイーブンとしました、はい、ジミー・コナーズフォールから第9ゲーム。ネットを取ります。フォアボレー、いい攻めでした。この辺コナーズらしいところですね。そうですね。ちょっと早めに出てきてますね。はい、ほんとちょっと短かったらすぐにコナーズはネットを取ります。はい、はあ、ファーストサーブの確率は同じようなもんですね。それともなかなかいいですね。散らしてきますコナーズ。今のはちょっと面白いと思って
何でこういう風になりましたかね。あ、どうしたんでしょうね、名人が。15オール。サービスオンラインでした。今のこのサービスエースというのもあまりこうお目にかかれるものでもないんですけども、そうですね、いいとこへ入って、しかし外へ逃げてますね。はい、30-15、これもいいところに入りました。走ります。これはチャンスボール。コナーズがなかなかいい攻めを見せています。トスが低いっていうことをちょっと自分に言い聞かせてますね。ビランドルがネットを取りました。バックボレー、もう一度、今度はおっと、このクロスはアウトです。ちょっと焦りましたかね。今のは打点がかなり前になりましたよね。はい、いつもはあんなところよりも持って引きつけて打つんですけどね。はい、やはりその35歳のベテランにして早くキープしておきたい、優位に立ちたいという気持ちもあるんでしょうか。あるでしょうね。しかも84年の秋以来優勝がありません、ジミー・コナーズ。しかし飽くなき闘争心ですね。そうですね、本当に長いですね。 40-30、 ビランデル、スライス、これもスライスを使います。あまり打ち合いには付き合いたくないですね。はい、コナーズは浅くなったネットを取ります。アウトか、わずかにパスにショットアウトになりました。第9ゲームコナーズサービスキープして、コナーズ 5-4 です。第1セット 6-4 でビランデル取りました。第2セットコナーズが 5-4 と1ゲームリード。第2セットの第10ゲームです。いいサーブが入りました、ビランデル。それとやはりコナーズがこのビランデルに1回も勝てないというのは、やはりビランデルがどっちかというとこう守り守備型だからという理由になるんでしょうか。そうですね、やっぱりものすごくがっちり守るということで、はい、コナーズとしては相手にもう少しこうエラーをしてもらった、相手はものすごくいいボール、すごいボールも入れてくるけれども、はい、自分もそれに対抗していいボールを入れる、それで燃え上がってくるタイプなんですけど、はいはい、ビランデルみたいにこうじっくりがっちりやられますと、ちょっと自分の燃え上がり方がの機会があんまりないんじゃないですかね。浅くなりました、スマッシュ。いいアプローチショットを送りました、ジミー・コナーズ。6個目のタイトルを目指してそうなんですね、やってるんですけどもね、106個目がなかなか遠いですね。はい、これでは毎回なんとかこれでと思ってるんですけどね。リターンダッシュ、これは入りません。コナーズも思い切って攻めますね。そうですね、今のコナーズはしかしローブを予想しましたね。はは、うまいことこうビランデルもクロスへ持ってったんですけど、この足も軽いですね。いい動きしてますね。この時の足はロブを警戒してちょっと後ろ下がってるんですね。なるほどなるほど。はは、今年の9月で36歳になるというジミー・コナーズ。さあ第10ゲーム 15-30、
深いリターン。このボールアウトです。これはちょっと悔しいですね。そうですね。84年のセイコースーパー以来優勝がありません。今年88年はミラノでやはり決勝まで行きましたが、ノアに敗れています。浅くなったネットを取ります。コナーズフォアボールへ来ました。さあセットポイントになりました。あの辺のドーンと決めるあたりはいかにもこのコナーズらしいという感じがするんですが、そうですね、小気味いいですね、はい。第1セットは 6-4 でビランデル。第2セット第10ゲームセットポイントになりました。 30-40 リターン出しでも見せますか。でしょう、ここはちょっと大事にいきたいところなんですけどね。あ、出ませんね。あ、ここでネットを取りました。深い、いい、うん、取りました。おー、ガッツポーズ。すごい気迫ですね。そうですね、6つ目のタイトルに向けてものすごいファイトですね、はい。第2セット 6-4 コナーズ取りました。しかしリターンもそうですけれども、ね、アプローショットも高いですね。そうですね、早め早めに出てきますけども、今のはこのボレーが何と言ってもいいですね、はい、すごい角度です、これではビランデル取れません。ガッツポーズが出ましたジミー・コナーズ。第1セットビランデル、第2セットコナーズが取りました。さあこの後どういう展開を見せてまいりますか。それではマイアドバイスです。マイアドバイス、今週からミックスダブルスについてお伝えします。やはり渡辺さん、ミックスでは特にこのネットプレーでの配球がポイントになってくるんでしょうか。そうですね、特に女性は前後への動きが多少やっぱり遅いところがありますから、はい、それを狙ったのがこういったショットになりますね。ははこの場合にはレシーブをしてからですね、特に男性のサーブをレシーブする前の場合はどうしても女性は前に出てこれません、はい、その後直後をついてですね、ドロップボレーをするわけですね。これは今度は女性が、鋭角にボレーして、はい、またこれも女性の前に、ボレーするわけなんですけども、この場合にはですねもう一つポイントがあります、はい、これは男性がこの次のボール、これをポーチに出てきますけども、これだけ鋭角にドロップボレー気味に打たれますとポーチも全く届かないという、もう一つのいい利点があるわけです ね。これは、もう最初から女性の前へ落とそうという格好で出てまいります。レシーブした、これをずっと突っ込んできて打点をものすごく遅らせて逆クロスにボレーしてますね、これはもう最初から狙ったボレーですね。と言いますと、やっぱり女性の前へのボレーは、非常に効果があるということになりますね、はい、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。いつも一番いいものを明治屋の提供でお送りしました。